はい、いくかつです。今日はこちらの紙とこちらのハサミを使って簡単に絵本を作る方法を紹介します。作る絵本はこちらです。こんな感じになっています。作り方見てください。今回使う紙はこちら A4 のコピー用紙になります。まず最初に紙を半分に折ります。そしてさらに半分に折ります。次は長い方を半分に折ります。この時にしっかり折り目をつけておくところがポイントになります。そしてこの紙を半分の状態、最初に折った状態までですね、戻します。この後切り込みを入れます。皆さんが分かるようにするために線を引いておきますね。この線に沿ってハサミで切り込みを入れます。あとは切った方を上にして畳み直せば完成です。こういうふうに見開いて絵本が完成します。あとは子供と一緒にこの作った絵本に絵などを描いてみてください。この製本作業は僕自身が見てもちょっと感動しちゃいましたね。今まで知らなかったのでこの動画で紹介しました。メモ帳やシールノートとしての応用もできますし、ぜひ一度お子さんと作ってみてください。概要欄に他の知育動画を添付しておきますので、確認してみてください。日々の我が家の子育て状況などをツイッターにアップしてますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。またねー。